術を使い民を守っている者がいる。奇妙な噂を耳にした北条氏康は風魔小太郎に調査を依頼した。風魔小太郎、その混沌とした言動で敵味方問わず煙巻く忍び。だが術に通じているのは確かである。小太郎は氏康の命令通り村に向かった。彼の思惑は誰にもわからない。お、ピンときた。村を守ってる連中を助けに行くんだろう。俺も一緒に行っていいか。なんか嫌な予感がするんだよな。うまく説明できねえんだけどよ。好きにしろ。お、あれが噂の連中だな。早いと助けよう。行くぜ。うん、あいつらまさか黄金刀か。行くぜ。浮かない顔だ。ちょっと嫌な予感がしてな。けど助けないと、あいつらがやられちゃ見るのを果たせない。黄金刀がいるのか。新たな乱の発端にならねばいい。助かった。こちらはもう大丈夫だ。向こうで戦っている我が兄弟の救援を頼む。異界にさまよいし我らを救ってくれるか。そなたらはまさに天が使わしたい。いざこの聴覚とともに異界の民を守る。そして勇者殿に天罰を与えようぞ。天罰。髪型ガチパネよ。俺の頭といい勝負だぜ。これぞ好天の奇跡。我らに逆らう愚か者には天罰が下った。楽にしてあげる。もしや手を貸してくれるのか。危ういところだったら礼を言おう。あんたのそばにいれば俺は安泰。特別についてきてくれ。いや、こっちの話だって気にすんな。天罰がもう一度見たい。そんな、我が力は天より授かりし奇跡。見せ物ではない。まだ奇跡を願う戦場にしてやる。嫌な予感の正体はこれかよ。小太郎、あんた救うべき人を襲ってどうすんだ。さあどうするのか。ラチが明かんねえ。とにかく小太郎を止めるしかないか。小太郎のやつ分身したな。本体を攻撃すればおとなしくなるのか。ピンときた。本体はあいつだ。今から倒してやるぜ。まとわては得意。次敵の増援が現れただと。はい、我らの先陣は壊滅させられました。しかし敵は急に内輪もめを始めたそうで。内輪もめなら今のうちにこちらも増援を呼ぶぞ。この戦場俺がトントンに飲み込んでやる。敵者を撃ち取ったぞ。本当鬼神のごとし。天意はそなたにおいて懸念している。つかめ
ぞ。さあ、まったく何がしたいんだ。勘弁してくれよ。敵とはあいつらのことだな。目にものを見せてくれようぞ。兄上、大変です。敵の増援が現れました。ああ、もう味方とやり合ってる間に何やってるんだ俺。皇天の子よ、案ずるでない。これはきっと天が与えたもうた試練ぞ。長保、長龍、天に祈るのだ。奇跡の力で敵を撃退しようぞ。承知しましたぞ兄上。どうしよう、祈祷の間我らの護衛を頼む。任せてもらおう。ピンときた。何かすごい術だよな。守りは俺たちに任せとけ。ほらこれでいいよ。天の力みなぎってきたぞ。いざあの者どもに天罰を。あんたまで分身するのかよ。まあ味方が増えるのならよしとするか。この間攻め滅ぼしてくれる。任せてもらおう。みんな牙を向け。はい、任せてください。やあ、惚れ惚れします。あ、何言ってんだ俺。影よ、邪魔する気じゃない。安心しろ、今の心は分身一派。奇跡だ。今日は調子が悪い。あばよ。もたついているか。我が滅してやろう。任せてもらおう。やったれぜ。俺の勘が告げてる。あ
いつが敵の総大将だ。奴を撃ってこの騒ぎを終わらせる。海の民を惑わす元凶よ、大剣漁師聴覚が裁きを下してくれる。我が剣に宿るがいい。共にさらなる混沌を呼び込む。みんな牙を向け。先に出してやろう。やめっす。加減はせぬぞ。シーゼン、あがくがいい。やあ、惚れ惚れします。あ、言ってな、俺。小太郎とは、改心したようだな。天に従えば汝を同志として認めよう。同志？うん、汝は新たな同志よ。さあ共に好天の世へ邁進しようぞ。聴覚、あんたの天の奇跡ってやつすごすぎだろ。正直黄金刀にはいい印象がなかったが、あんたは民や俺たちを助けてくれた。ありがとな。我は天意に従い苦しむ者を救っただけよ。そういえば小太郎とやら、そなたの術もなかなかのものであったぞ。じゃあ組もうか。おお、天の奇跡と小太郎の忍術の融合とな。さすればこの異界を好天の世に導くことも。いや、仲間になってくれるのは嬉しいけど、術はほどほどにしてくれよ。さっきのこともあるし、嫌な予感しかしねえ。つまんないな。上出来だな。